はよう。ナナのおじさん、おはよう。おはよう。さくらさん、おはようございます。おはようございます。ひよこさん、おはよう。おはよう。おはようございます。朝からありがとうございます。埼玉山沿いの影さん、おはようございます。おはようございます。投げキスして。じいさま、てけさん、おはよう。おはよう。ありがとう。東区のゆうきさん、おはよう。おはよう。ホリデー、あおちゃん、おはよう。ありがとう。おはよう。あ、アルアン、すみしさん、わかんない。おはようございます。おはようございます。さん、おはよう。早いね。ちょっと今日は早いです。6時。リュウさん、おはようグルト。おはようグルト。眠くないですか？眠くないよ。ちょっと眠い。スミシーさん。なんかそう、普通に眠い。うん。サタボさん、おちゃん、おはよう。おはよう。ハリデさん、ついて、かわいい。本当にありがとう。中地、あおう。あー、中地、おはよう。久しぶりね。はる5073、おはよう。おはよう。 KG6033、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ヤミーさん、あおちゃん、おはよう。おはよう。おはよう。スミシーさん、スミシーさん、ありがとう。ヤスさん、あおちゃん、おはよう。おはよう。おはよう。しのすけさん、おはよう。おはよう。まみきちさん、おはようございます。おはようございます。まちちゃんさん、おはようございます。おはようございます。そもさん、あおちゃん好き、本当にありがとう。それは嬉しいね。ありがとう。ナナのおじさん、何時に起きたの？5時半に目覚ましかけてたんだけど、5時に起きた。そう、5時に起きた。朝早いね。今日ちょっとなんかそう、朝やる時間があったから。けいちゃんさん、おはよう。おはよう。たかさん、早起きしてよかった。配信見れた。ありがとう。早起きしてくれて。はたさん、おはよう。おはよう。母さん、おはようございます。おはようございます。今日は6時起きです。中地さん、中地師匠、おはようございます。おはよう。おう、弟子、おはよう。ちょっとぎこちなかった、今の。しさまたきさん、花束ありがとう。やみさん、寝ようとしたら配信始まった。ああ、ごめんね。でもありがとう。見てくれて。大切な睡眠の時間を。ごめんなさい、ありがとう。しさまたきさん、花束ありがとう。早起きだね。今日は早起き。そう。あんこさん、おはよう。おはよう。金杯さん、おちゃん、おはよう。おはようございます。ハリデーさん、睡眠時間でしょ。あ、多分昨日1時半くらいに寝たのね。ってことは、待ってよ、2時から数えると3時間半かな。ん、うん、5時に起きたから。ん、違う。ん、合ってる、合ってる。なんか早起きだね。早起き、そう、早起きだよ。そらさん、いいね、ありがとう。ホーリンさん、おはよう。おはよう。あんこさん、お披露目まだもう少し。本当にそれ、本当にそれ、本当にそれね。ドキ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 する。コロスさん、おはよう。おはよう。ホリデーさん、宿題終わりそう。なんかね、ちょっとね、あの宿題の表みたいなのが配られるじゃん。配られるのね。配られたのね。でもね、なんかそこにね、書いてない以外のね、宿題もあったらしくってね、ちょっとね、今ちょっと混乱中。そう、なんか作文書かなきゃいけないらしくってさ、あ、知らなくって。そう、そうなんです。はい、そういうことです。なんかさ、レッスン頑張って、頑張ってるよ。コロさん、偉いね、ありがとう。なんかじ、仕事行ってく、あー、頑張って、仕事頑張って。
ポリスさん仕事サボってるな。おい、でもありがとう。ありがとう。ファミリー J さん、おはようございます。おはようございます。アメリカから見てますよ。本当にありがとう。アメリカからありがとう。ヤミーさん、睡眠よりもおっちゃんが大事なんだ。本当にそんな、なんか大事な存在なのはありがとうね、本当に。まっちゃんさん、これ、今日はこれからお仕事で、そうなの、頑張ってね。土曜日なのに大変。ありがとう。うん。山本くんくんさん、口笛の師匠、おはよう。パイさん、おちゃん、おはよう、おはよう。短い、それ、本当に？でもね、今日はちょっと短かったかな。そう、今日はちょっと短かったね。最近の中学生ってそんなに遅いの、どうなんだろうね、わかんない。でもね、でも NGT 入る前すごい9時とか10時に寝てた人だったからね。そう、早い、それもそれで早すぎるよね。でも逆にあんこさん、レッスン大変大変。うん、そうでもない。ちょっと大変な、わかんない、どうなんだろう。でも楽しい。うん、タラチさん、おはよう、おはよう。キンパイさん、寝不足じゃないの。うん、寝不足じゃないのか、わかんない。でもなんかちゃんと起きれてるから大丈夫、ありがとう。えとさん、初見です。声かわいい、本当にありがとう。でも多分これがね、本当の声じゃないから。うん、そうよ。カワさん、名古屋あれ、あ、そう、今日名古屋で握手会か。名古屋で握手会、あ、3部です。今日は3部だよ、みんな。青は3部よいしょ。ルタって青は3部だよ。ケイちゃんさん、もっと眠らないと大きくなれないよ。そうだね。何なんだろうね、大きくなりたいな。身長伸ばしたいよ。ハリデーさん、睡眠時間短くて大丈夫。うん、そこまでもね。いつだっけな、いつの握手の時だっけ。12の日の時はどれくらい、睡眠時間2時間くらいだった気がする。あの時謎に短かった。山梨のおじさん、あっちゃん、おはよう、ありがとう、おはようございます。756、おはあおい、おはあおい、おはあおい。タックさん、おちゃん、おはよう、おはよう。東区のゆうきさん、自由研究ある。自由研究ないよ、一回もやったことない。青、自由研究すごいでしょ。スミスさん、笑顔がめっちゃ可愛いね。本当にありがとう、そんなことないよ。フラさん、誰と一緒の部屋なの。今日一人だよ。あ、太郎さん、青だよ、おはよう。モーリーバーさん、おはよう、おはようございます。七瀬さん、おはよう、おはよう。今日握手行くの、本当にありがとう。待ってるね、待ってる。じいさま、たきさん、宿題頑張って、頑張る、ありがとう、ありがとう。ハリデーさん、今の服はパジャマじゃないんですか。なんか見えてんのかな、青の今の服。一応パジャマじゃないんだけど、生地がパジャマっぽい。そうよ、今日はパジャマっぽいのよ。でワンピースだよ今日。よいしょ。アルドレインキラさん、おはようございます。おはよう、おはようございます。夏休みまだだよ、まだ終わってないよ。握手行ったら釣ってな、マジ釣るのは、青釣れるのかな。青ね、人の釣り方がわからないんですよ。ちょっとどうやって釣るのかな。どうやって欲しい、何して欲しい。何して欲しい。サンディ J さん、身長は 152.8 だから約153。うん、153だよ。これから名古屋、うん、そうだね、これから名古屋だね。スマイルさん、おはようございます、おはようございます。しんちゃんさん、初見です、おはようございます。初見ありがとうございます。中学2年生の14歳、古田葵です。まちやさん、握手楽しんでね、ありがとう、楽しむ。うん、楽しむ。まちやさん、握手、あ、今読んだ、ごめん。ありがとう。木彫りのシャケさん、おはよう、おはよう、おはようございます。韓国の方、ありがとう。
ゆみさん、おうちゃんと早く握手したいわ。マジ？本当にアームしたい。ありがとう。しかおちさん、はい。おうちゃん、おはよう。おはよう、ありがとう。おはようございます。嘘の声っていうかね、ちょっと今声変えてるんです。多分本当はもうちょっと低い声なのかな。わかんない。え、こんな声？ちょっと今わかんないんです。わかんない。なんかでも、なんかね、ちょっと今高い気がする、いつもの声より。でもなんか普通の声でも多分なんかその普通の声でも高いって言われるから、うん、低くはないのかな。なんか移動中、大変ありがとう、気をつけてね。 My name is your name JR さん、ハローちかおっちさん、握手会頑張ってね。頑張るよ、ありがとう。いいです、今から会えるのか楽しい、本当にありがとう。そんなありがとう。ゆみさん、おちゃんレンを無限に持っていて、本当にそんなあれじゃないです。ありがとう。なおくんさん、おはよう。おはよう。パルコさん、わーいわーいわーい。すみしさん、握手会は楽しいですか。楽しいよ。カリで作文は得意。作文でしょ。なんかね、そのテーマにもよるかな。テーマにもよる。でもね、小学校3年生の時に、なんだっけな、1学期を振り返ってみたいなやつをね、書くのね。それね、一クラスずつ一人選ばれて、全校の前で発表するのね、小学校の時。あ、それ一回小3の頃やったことあるんだよ。すごくない？すごいでしょ。ヨウチさん、おはようございます。おはようございます。キンパイさん、今日は行けないけど9月と11月の握手だって、ありがとう、ありがとう。リチューさん、おちゃん、おはよう。おはよう。ラニーボーイさん、古立ちゃん、おはよう。朝のご挨拶に来ました、ありがとう。おはようございます、おはようございます。ファンタジスタさん、おはようございます、おはよう。ユーミンさん、朝からツインテか。そうよ、ツインテよ、ツインテ、いつものツインテ。フリーデータ、ワンピース好き、ありがとう。ちょっと今日はワンピースなんです。キンパさん、青ちゃんのツインテールは最高だ。本当に？でもね、 NGT 入るも結構こんな高めのツインテールしたことなかったからね、最初はめっちゃなんか恥ずかしかったけど今は余裕。ヤタさん、今日はエルちゃんスナックした。病院、なんで病院に行っちゃうの？大丈夫かな。大丈夫。コロンさんに来てた。誰が一番仲良し？みんな仲いいよ、みんな仲いい、本当にみんな仲いい。ロニーボーイさん、ロニーボーイのこと覚えてくれてますか？ロニーボーイさん覚えてるよ。ソラさん、釣り方でしょ。釣り方がね、わかんないな、本当にどうしたらいいのかなと思って。え、もう釣れちゃいます、本当に。うん、そう、そんな感じかな。ファンタジスタさん、釣り竿持ってこ、そうだね、釣り竿持って釣ろう、みんなを釣ろう。ニクニクして名前呼んでくれたら釣れる、本当に。じゃあちょっと今日はそれやってみよう。リーダーさん、おはようおはようございます。レイニーさんより大きいのね、本当に。そうなのかな。え、でもどうなんだったっけな、一回ね隣になって並んだことあったけど、変わったっけ、青のが高かったのかな、ちょっと覚えてなかった。あれの嫁、イエーイ。今日は一人で寝た。せっかく名古屋の、名古屋アルドレインキラさんの名前呼ばれたの、それも本当にありがとう、それは嬉しい、ありがとう。みかじさん、電車待ち、そうなの？電車に引かれないでね。コキュピーさん、新潟の米を食べてるから NGT のメンバーってみんな可愛いのかな。いや、 NGT のメンバーは本当に可愛いと思います。これは本当に思うこと。そう、コロさん、一人で怖くない、怖くない、怖くないよ。そう、なんかさ、青さ、多分小学生ってさ見られるからさ、
一人で寝れないのかなって思われやすいと思うけど、全然余裕で寝れますよ。余裕余裕余裕のりょうちゃん。やすさん、 NGT って言えば武道館イベント当たって今から。本当にそうなの、すごい、ありがとう。鹿内さん、8月10日の誕生日おめでとうね。ありがとう、結構経ったね結構経ったけどありがとう。マイネーム Is your name、 あなたの名前私の名前です。そういうこと、じゃああなたは青って、青いっていうのかなありがとう。じいさまちゃきちゃん、笑顔でよろしくお願いしますね。釣れる、本当にありがとう金杯さん、いつもの声で本当に、そんな本当か、本当かい、この声ちょっと違うかい、そんなことない、どうなんだろうね。セミシーさん、新潟では気に入った食べ物とか、新潟で気に入った食べ物でしょ。あんまり食べてないんだよね、新潟のもの。なんだろう、新潟のものでしょ。でもなんか、なんだっけ、忘れちゃった、あれなんだっけ、あれカツあれタレカツタレカツだっけが美味しいっていうのは聞いたでもね、お米は本当に美味しいと思う。本当にお米は美味しいよ、うん食べてみて、新潟来たら。宮姫さん、おはよう、おはよう。さくらさん、自分の声って分かんなくなる、本当に分かんなくなる、なんかさ、分かんないよねなんか分かんない、なんなんだろうね、なんかさ、でも自分で喋ってるの、思ってる声ってさ、多分客観的に聞いた時の声と違うんだよね、きっと。それがちょっと難しいね。リリーさん、声かわいい、本当にそんなことないよ、ありがとう。ラニーボイさん、今のフルタッチャーのままでも十分私は取られてますよ。本当にそれは嬉しいけど、嬉しい、ありがとう。皆さん、298298、中地、今日は嬉しいかねけど、え、今日中地来ないの、あなた。サンディさん、やばい、他の授与生メンバーはみんな161、え、違うよ、聞いて、あのサラは160いってる、小宮山サラは160いってるのかな。でもハル156だった気がする。それにしても泡ちっちゃいんだけどね。そう竹浦さん、あおちゃん、おはよう、おはよう。ベジックスさん、おはよう、おはようございます。あ、演奏だ、演奏見てくれてんの、ありがとう。あなたはありがとう。リッチェルさん、自己紹介がね、自己紹介何話してほしい、何話してほしいかな。演奏、何これ、アイス、ありがとう。カムカバーさん、あおちゃん、おはようございます。もう名古屋かな、うん、名古屋口からどんな感じ、どんな感じ。でも名古屋の握手会さ、初めてだから、てか名古屋来たの初めてだからさ。ロンリーボーイさん、仕事の前にフルタッチさんの配信見られて今日の仕事頑張る、本当にありがとう、頑張ってね、頑張れお仕事、あんま頑張る。ホリデーさん、すごいね、分数あるやん、うん、どうなんだろうね、でもどうなんだろうどうなんでしょう、私分数あるのかな。え、でも国語は普通に得意だと思う、普通に、うん、国語は普通に得意。なんか本読むのが好きだからね、本を読む方だから、それだ、それかな、分かんない。できました、寝る前に見れて嬉しいよ、あー寝ちゃうの、おやすみ、ありがとう。金ぺさん、ごじゅあおちゃん、ありがとう。ごじゅあおちゃん、ツインもいいね。そう、あのさ、壁車がツイン、公式のプロフィールがツインだから、そうよ、そういうこと。高橋さん、私離任式の先生の手紙くらい全校の前で緊張してお腹痛くなるよ。それな、ほんとそれ、
なんかね、緊張する人、なんか謎に緊張する人なんです、私。なんか本当に謎に緊張する人で、なんか先輩と話す時も緊張するんですだから全然喋れなくて本当に申し訳ないんですけど、そう、よし、はじめまして、お誕生日おめでとうございました、おめでとうございましたです、そう、おめでとうございました、ありがとうございましたありがとう、からきよしさん、おはよう、おはよう、炎蔵、新潟でか、え、ここ、え、あ、ここは、あの、今日は名古屋です、そうだった、来ちゃった、ありがとう、来ちゃった、ドナベドンさん、おはようございます、おはようございます、網でザブーンで釣る方法、網でザブーン、じゃあ網でザブーンしよう、網でザブーンしよう、フリーゼさんおはよう、おはよう、ともさん初見で、初見ありがとうございます、中学2年生14歳の古田葵です、ヤミーさん次会うのいつになるかわかんないから忘れられてそう、え、忘れてないよ、ヤミーさん覚えてるよ、ちゅうちょ兄さん森でファンを刺してもいい、それツルツルじゃないよ、それそれは違う、それツルじゃなくて何なんだろう、それ狩りじゃない、狩りキンパさんこの朝ゲリラなのかな、うん、でもね昨日のね夜の12時くらいに設定したそう12時くらいに設定したからゲリラっちゃゲリラなのかな、メイクは誰に教わってるの、メイクはね、メイクさんとか、でも本当にメイク何もできないからね、普通にみんなの見たりしてるでもできん、でも大塚ななみにやってって言ってくれるとやってくれる、本当に大塚ななみいい人です、カズリーさん初見、初見ありがとうございます、ゆきさん師匠おはようございます、おはよう弟子、弟子おはようなんかじ、あ、あがいっちゃんかよ、そんなことない、ありがとう、本当にありがとう、そう言ってもらえるのが本当に嬉しい、ありがとう、キンプさんおちゃんかわいい、本当にありがとうありがとう、さとともさんおはようございます、おはよう、おはようございます、電車にでねって星だ、星がなんだ、星がわからない、わちゃんがいっちゃんかわいい、本当にありがとう、すみません、スミシーさん、葵ちゃんも可愛いよ、本当にありがとう、いや電車に引かれないでねの話か電車に引かれないでねってどんな持ち方してると思ってるの、あちゃん、あ、でも普通にしたら電車に引かれないか、確かに普通に待ってたら引かれないね、よいしょ、夜に一人でなんだろう、トイレかな、え、全然余裕、むしろね、あ、実はこう見えてもなんか一人全然大丈夫な人なんです意外でしょ、意外でしょ、ちかちゃんおはよう、おはよう、ともちゃん、あおちゃんの声が好き、本当にありがとう、それは嬉しい、こんな私の声を好きと言ってくれるのは、あおちゃんはしっかり者、いやそんなことない、そんなことない、うん、あの多分他の中2の方が本当にしっかりしてると思います、ひまわりさんおはよう、おはよう、おはよう、ひまわりさん、はあ好きだ、好きだ、ありがとう、好きだゆうきさんおじさんだけど一人じゃ寝れません、かわいい、一人じゃ寝れないの、じゃあどうしよっか、考えよう、うん、あれはぬいぐるみ置いたら、うさぎのぬいぐるみがおすすめよ、マリンさんおはよう、おはよう、ゆきさんハートありがとう、いまいまさんあっちゃんおはよう、朝ごはん食べた、朝ごはんまだ食べてない、なんか最近朝ごはん食べなくても生きてくるような人になってきちゃって、ちょっとどうしようって感じ、しのすけさん今日長いお出迎えあるけどちょっと見てみます、あったっけな、忘れちゃった、出迎えは、あ、
あるよ、お出迎え、今日。あるぜ。あるよ。フリーレさん、名古屋で何食べたい？名古屋で手羽先？手羽先の、名古屋って手羽先だっけ？お肉食べたい。ヤスさん、新潟のコシヒカリ食べ、ああ、本当にすごい。本当にお米美味しいよ、新潟。これは思う。金杯さん、新潟のご当地グルメたくさん食べてね。たくさん食べる。金杯さん、タレカツ、タレカツ。タレカツ食べたい。オリジェさん、ソースカツ、ソースカツ。リカジェさん、タレカツまだ食べてないのに。実は食べてない。寒い。寒い。よいしょ。よいしょ。聞いただけか、聞いただけか。そう、美味しいよって聞いた。タレカツだな。そうね、ちょっと食べてみたいんです。タレカツ、味噌、あ、新潟味噌カツ有名なんでしょ。それはなんか、うん、知ってる。コメント渋滞ごめんね。新潟でタピオカ取り、新潟タピオカあるよ。普通に駅にあった気がする。なかったっけ。あったあった。ヤミーさん、ほっぺが可愛い。本当にちょっと私丸顔なんですよ。本当に丸顔なんです。遺伝なんです。そう。エイニャさん、ゆいゆい人間。本当になんかそれすごい言われよく言われるんですけど、そんな偉大な方じゃないです。私、しのすけさん、センチメンタルトレイン追加、ああありがとう。そう、センチメンタルトレインのね、あれがもうあれになってるのかなね。よかったら、うん。ジラートピケさん、おはようございました。おはようございました。2期生平均身長って本当にそれ、2期さ平均身長高くない？うん、高い。でもね、一番身長ちっちゃいのルンだよ多分。ハギリルナが一番身長ちっちゃい。ちっちゃくない、近いかな。近い、会うよりは高い、ちょっとだけね。だからね、抜かせるかもしれない。キンパイさん、コパルは背が高いね。コパルは背が高い、本当になんかさ高いの。同い年がさ高いからさ、違うのよ。同い年が高いからね、顔がすごい小さく見られがちなんだけど、多分学校だったら全然そこまでちっちゃい方じゃないんです。私、水水原の赤 T さん、チャオスチャオスチャオス。クマさん、おはよう。おはよう。ファンタジスタさん、けどレイニャー先輩より背高い。どうなんだろうね、どうなんだろう。レイチェさん、自己紹介、お披露目ライブの意気込みとか。お披露目ライブの意気込み、なるへそ、了解しやした。三村ひのルームが渋滞。コメント渋滞、コメント渋滞してんの。ひのとまりさん、おはよう。おはよう。クラッチさん、はじめまして。初見ありがとうございます。中学2年生の14歳古田葵です。セイバラの赤ティー来ました。セイバラの赤ティーありがとう。中地師匠、すいません師匠。そうなの、それはショック。待ってる。じゃあまた今度だ、また今度待ってるね。こうちゃんさん、はじめまして。あ、おはようございます。はじめましてです。ありがとうございます。ジュリックさん、おっちゃん、おはよう。元気だね、元気だよ。元気。じいさまたけしさん、あおい、これから背が伸びるよ。伸びるのか、私は。きっと伸びるよ。でもね、牛乳飲まないから。どうなんでしょう。そらさん、名古屋初めてか。初めてだよ。はんちゅうさん、おっちゃん、おはよう、おはよう。ゆうきさん、名古屋は再来週行きますね。ありがとう、ありがとう。班長さん、初見ですよ。初見ありがとう。古田葵です。セイバラの弟子が来たよ。セイバラの弟子が来た、ありがとう。今日の名古屋の出迎え参加したいな。あー、来て、待ってる、待ってる、待ってるよ。スキンパイさん、ありがとう。スミシーさん、国語得意なんだ。本好きはいいことだよ。国語ね、国語さ、すごい良かった。なんかね、漢字はすぐ覚えられる人だよ。漢字を覚えるのがすごい好きだから、漢字の部分はいつも満点なんだけど、記述問題が苦手なんです私。
ホリディさん、読む方も小説が多い。うん、普通に小説が多い。でも、なんかね、なんだろう、どういう小説なんだろう、いつも。なんか、不思議なやつ。ミステリーなのかな。ミステリーみたいな、なんか、うん、そういう感じのやつ。新潟風さん、おはよう、あおちゃん、おはよう。あお見ながら出勤なんて幸せすぎる。本当に、ジョーがいてらっしゃいしてあげる。水原の赤 T さん、ドラマありがとうございます。班長さん、今日はみはるさんと一緒でね。みはるさんに会えるのが嬉しい。みはるさん大好きだから本当に会おう。こんなことをさ、みはるさんの前で直接言えないけど恥ずかしすぎて。金八さん、緊張したお茶も可愛い。本当にありがとう。なんかさ、いつだっけ、この前の長岡だっけな、長岡か、長岡の握手の時に自己紹介やったんですよ。その時本当に本当になんか緊張しすぎて、あれ長岡だ、ん、長岡だよね。緊張しすぎてマジ申し訳なかった。あれはヤミー、スキーありがとう。スキーありがとう。ムースさん、おはよう。初見、初見ありがとうございます。タキムーさん、今から11月25日の握手会楽しみすぎる。本当にありがとう、楽しみ。ありがとう。あも楽しみ。あもいつも握手会楽しみでさ、本当に来てくださる方が、なんか正直ちょっとこんなことあんまり言いたくないけど、なんか他のメンバーの方が、他の2期生の方が来る方多いけ、多いとは普通に思うけど、でもあは来てくださる方がいるだけで本当に嬉しいから嬉しいです。飛行機なんて乗ってない。班長さん、みはるさんにタンプレもらった。みはるさんにね、タンプレもらいました。でタンプレっていうか、ちょっとね、あの特別なものをもらいました。内緒だけど。よかったらみはるさんに聞いてみて。今日飛行機じゃない。たまさん、笑顔もかわいい。ありがとう。前日まで起きてるだなんて。じゃあ、あら、バレちゃった、怒られちゃう。でも、最近は、今日は特別だった。でも最近11時半とかに寝てるかな。この前は11時前に寝たけど。12時まで起きて。炎上さん、炎上、世界をするゲリラ配信って、あ、ごめん、じゃあ今日はゲリラです。ごめんなさい。ごめんなさい。今日はゲリラらしいです。あ、ゲリラです。ゲリラです。ごめんなさい。今日本当に朝から本当にもっと早く、なんかもっと早く設定した時に我が寝坊しちゃって配信できなかったら申し訳ないなと思っちゃって、ごめんなさい。ありがとうございます。みはる先輩、みはる先輩のせい、みはる先輩、みはる先輩。スミシーさんに、NCT 以外のアイドルって誰に会って、特にはあんまない。うん、よいしょ。順調にさん、あおちゃんはメンバーもほぼニコニコしちゃうから、どうなんだろう、どうなんだろう。でもニコニコしてる、泣かないようにはしてる。あれ、ドレインキラーさん、こんなにコメント期待してるね、ごめんなさい。なんか遅いんです、私読むの。あおちゃん、あおちゃんです。中地、今日は名古屋在住の弟子が、ああそうなの、名古屋在住の弟子待ってるね。名古屋在住の弟子、お化けは大丈夫。お化け信じてない。でもね、お化け、幽霊ってなんか本当にないらしくって、人間の脳の、あの考えのあれで見えるらしいんですよ。本当はどうなんかわかんないけど。はんちゃん、あおちゃん、おはよう。京太さん、私が中2の頃はゲームしかしてなかったよ。ゲームね、あもうしてないよ。あ、してない、してないな、最近はゲーム。そんなこと言ってこういう話をしたらしないです。そんな人じゃないです。そんな子供じゃないよ。怖い話は普通に怖い。うん、怖いね。怖いテレビとか多分あまり見れない人。見れるけど一人じゃ見れないから。仙台からおはよう。仙台からありがとう。ゆきくんぬいぐるみと一緒に寝なきゃだね。一人で寝れない方はぬいぐるみと一緒に寝るのをおすすめします。あ、俺もおーちゃん好き。ありがとう、ありがとう。ホリデーさん、ぬいぐるみ何個持ってんだろう。結構持ってるかな。なんかね、でかいのが多いんだよ。3
すごい、なんかハスキー犬のめっちゃでかいのとか、あとクマ、白クマのでめっちゃでかいのとか東京にあるかな。あと茶色いクマのめっちゃでかいのもあるし、なんかね、いろいろあるよ。朝ごはんは食べてバナナだけでもね。そうね、朝は食べなきゃね、元気満帆にしなきゃ。ともさん、ひなたさんと話せるようになったちょっとだけそう、でもね、お誕生日の日にね、なんか朝に LINE してくれて本当に嬉しくて、本当に嬉しかった。本当に、なんか本当に、ああね、NGT 知った頃からひなたんさんすごい大好きだよ。だから今でもなんか、あ、なんか喋るときに緊張しちゃうんだけど、優しすぎ、本当に話しかけてくださるのがすごい嬉しくて。そうなんです、はい。ウサギのぬいぐるみか、そうだよ、ウサギのぬいぐるみおすすめ。ジェッティさん、おはーおい、おはーおい、ありがとう、おはーおい。さくらっちさん、歯が綺麗、本当に。でもね、なんだろう、パパが厳しかった歯については。普通に歯磨きしなかったら怒られてた、怒られ、注意されてた。喫茶店のモーニング、喫茶店のモーニング。あーちゃんは東北めっちゃあるよ。てかね、おばあちゃん家が岩手だから、おばあちゃん家が岩手だからね、普通にめっちゃあるよ東北は。岩手だけかな。セイワルナカティさん、イタリアン、イタリアン食べたことある。この前ね、初めて食べたんです、ホワイトイタリアン、美味しかった。これでエアコンつけて、そう、エアコンつけてる。そう、え、今日ってさ、寒いのかな外だから、なんかちょっと今日寒いのかな。名古屋手羽先味噌カツきしめん、そうなの、きしめんって麺、普通に麺か、名前からして麺か。今日冷え込んでるよね、冷え込んでる、ちょっとまだ外出てないからわかんない。今年の収穫期待どうなんでしょう、わからない。でもとりあえずはめちゃくちゃ頑張ろうって思います。お、朝飯前だね、だね。セイバルの弟子に、セイバルの弟子に。名古屋味噌煮込みうどん、味噌煮込みうどん、味噌煮込みうどん。新潟だと茶豆、茶豆、枝豆が甘く、あ、枝豆も大好き。枝豆めっちゃ早く食べれる自信ある。妖精さん、セイバラの弟子、セイバラの弟子、妖精さんが来た。中地弟子たちが集まってきて、ああ本当に弟子ありがとう、ありがとう弟子。ヤンミーさん、ぜひお礼の妹になってはくれないか、ぜひぜひ鳴らしてくれ。妹でいいのかい。丸顔永遠に、丸顔永遠に、でも丸顔本当にちょっとあれなんです、やだ、シュッてしたいの。NGT は東北に来ることはあんまり、どうなんでしょう、わかんない。何も歌のアストーク、この中で同期に負けないぞっていう自信あるの、え、ない。何にもない。歌も本当に上手じゃないし、ダンスだってヤヒコに勝てる自信はないし、本当にトーク苦手すぎて、喋るのが苦手、喋る、なんていうか、話すのが、話せるけど上手に話せないんです私。ヤミで友達からハゲちゃんレンに、レン、あ、ルンのレン、でもね、ルンとね同じ場になったことないから、ルンの握手はどうかわかんないけど、めっちゃルンは可愛いです。普通に、なんか全然ね、めっちゃ話すし、いい感じ、いいと思う。で、アンとこも来てよ、アンも待ってるよ。斉藤犬吉さん、背が小さくても話題にもあるよ、はっきり。はぎりね、はぎり、平均的な、そう、平均的な身長なんです私、そういうことです。あ、順調兄さん、葵ちゃんにピコピコハンマーあげたね。ピコピコハンマーあげてどうする、叩くの、ポポポって。父さん、おはよう、おはよう。ロリーボイスハートありがとう。
ゆきさん二度寝しま、え、二度寝しちゃうの？おやすみ。ロニーボーイさんありがとう。ヨシさんおはよう、おはよう。もし先輩メンバーでメイク教えてもらうなら誰だろう。え、わかんない、誰だろう。でもね、マホホンさんこの前のさ10、11、12のさ握手の時にね、マホホンさんにね、あ、メイクしてるって言われてね、そうちょっとしてたんだけど、ちょっとなんかすごいメイク薄いっていうか、あんまりねメイクするのが好きじゃなくって好きじゃなくって、そうでもすっぴんで出るのはちょっとあれかなって思うから、少ししかしてないんです私。そうそういうこと。ジェイ様、テキさん花束ありがとう。ホリデーさん喉乾かない、うん、あんまり乾いてないな今は。ストリキバイさんこの前実家でゆっくりできたかな、みんなに甘えられたっていうか、普通普通の生活をしてた普通にパパとお出かけ行ったかな。アンテジスタさん時間までにコメント見よ、あ読み終われるかな、ちょっとねちょっと最後の方かっ飛ばしていきます。7時に起きなきゃね、7時に起きなきゃね金杯さん朝からお茶に会えて今日は最高の一日、本当にありがとう、最高の一日、美味しいもの食べた、まだ食べてない、今日特が1日は場所が違う、あ、そうなの、そうなんだ。ストリックビーさん英語も得意よね、英語ね、でもねちょっと最近苦手になってきた苦手来てからちょっと苦手、でもねそう東京にいた時はめっちゃ得意で、多分学年1まではいかないけど結構上の方だったと思う。でもね前の学校でね英語で88点以下取ったことなくってね、最低88点だったの、それマジ自慢できる。あ、ごめん、なんかすごい、なんかすごい人になっちゃったけどすごくない、英語は得意だったの、だったんだよ得意だよじゃなくてだったの、そうすいません、弟子になれないけど1万弟子のことされたから気持ち、ああありがとう、ありがとう、コメント全部読んでるのマックさんと、本当にそんな、そんな人それぞれです、本当。いやもう全部読んでるのもどうなのかなって思うけど、アルドレンキラさん漢字満点、漢字ねエンゾーさん、エンゾー新潟弁覚えた、新潟弁ね、あのさヤヒコがさだけさって言うんだよ、それは覚えた、だからさなのかな、あとどうなんだろう、なんかねさあつけるのかな、はじゃないや、さあなんとかさあみたいな、わかんない。グラビア見た、昨日公式で美晴さんのグラビアまだ見てない、じゃあツイッター公式ツイッターに上がってるのかな。おっちゃんのおはようの言い方がかわいい、ほんとにほんとかい、ほんとかいせい、ありがとう。せいわらなかてさん確かに緊張するよね、うん緊張する、緊張するのがしょうがないやで、長岡奈緒もよく、ほんとにちょっとあれはほんとにちょっと恥ずかしかった、申し訳ない、あれは。たくさん、おっちゃんおはよう、おはよう、最初は緊張するよね、うん緊張する。にきさん、おっちゃんだけほんとにありがとう、それはありがとう。みずきはみはちゃん、みはっちゃん、みはるさんかな、かな、 NCT に行くならおっちゃんしかいない、ほんとにありがとう、それは嬉しい、ありがとう。七瀬さんお出迎え今日は楽しみに、ありがとう、待ってる。青に気づいたら青のこと呼んでね白様、優しい白様、白様。ともさんおはよう、おはよう、緊張してたら緊張してますって、あそうね、緊張してたら緊張してますっていうね。しんのすけさん笑顔かわいすぎてた、そんなそんな、ありがとう。あきさんいつもは何時くらいで、あのねちょっと申し訳ないんですけど、なんかあ本当にいろいろあってショールームがなかなかできなくって、そうなんか握手の前日とか握手の日とかになっちゃうんですけど、いつもそういう時朝やってるかな、朝やってることが多いから、うん朝やってます、なかなか昼間とか夜できなくて。おはよう、今日も笑顔で元気にファイト、ファイト、
スイハラのアカティさん、しっかり一番弟子の方に6時に配信あると報告しました。ありがとう、ありがとうございます。朝ごはん何食べる、何食べよう。今何の気分、 今の気分わかんない。でもまあどうだろう、おにぎりはやだ。うん、パン何だろう、今何食べたいんだろう、わかんない。たくさん、おちゃんおはよう、おはようおはよう、おかむさん、おはよう、あ、おいしい、おはよう、弟子、おかむ、弟子、わ、弟子、弟子、弟子ありがとう。信じない、信じない、すみません。みはるさんのグラビアまだ見てないんです。みはる、でもみはるさんも本当に可愛すぎて、可愛すぎて本当に大好き。みはるさん、みはるさん本当に大好きなの。あ、ダメだ、なんかキモくなってる。りゅうたさん、おはよう。幽霊で、幽霊じゃないです、幽霊じゃないですよね、違います、違います。岡山から名古屋新幹線移動中。ああそうなの、ありがとう、気をつけてね。鹿落ちさん、来年のおちゃんのお誕生日は記念写真撮ろう。うん、撮りましょう。次は15歳になります。兵庫から青、おはお、兵庫からおはお、一つください、一つください。311311 311カウント、カウントかよ、わかんない。おはようございます、赤木団長、あ、赤木団長さんありがとうございます。演奏3年前よ、ミハの握手連はほとんど人いなかった。そっから努力しても人気あるからすごい。なんかみはるさん本当に優しくて、そう、一回ちょっとアクションの時にめっちゃ慰めてもらったんです。優しすぎた、本当に。優しくてびっくりしちゃいます。斎藤犬吉さん、今日の昼は暇つまぶしありそうだね。つまぶしって何。なんか喉が、昔からおじいさん、おはよう、おはよう。47分だ。前も緊張した口でおしゃべりできない。でも主だ、なんか緊張っていうか、なんか何言ったらいいか分かんなくて、そう、申し訳ないです。つまんないかもしれない、本当に。あの握手、人生の時さん、青い NCT 法哲先輩見に、本当にそれはもういつも思う、握手会行くたびに思う、てか先輩に会うたびに思うんです。それこの前よしおと会えたよ、よしおと対面した。相変わらずでした、よしおくん。お披露目のレッスンは大変。うん、うん、お披露目のレッスン、いや、レッスンは普通に楽しい、いつもよく泣くけど、最近泣いてない。でもそれさん、今日涼しいね。しのすけさん、手羽先天むす美味しい、美味しい、美味しいもん食べたい。あーちゃん、変顔も可愛い。お変顔、あ、お変顔した、どこで変顔したっけ、したか、したのか、変顔、変顔ね。でもちょっと変顔は、変顔はちょっとショールームでは。そう、それはサラ、サラはすごい変顔が上手です。新潟風さん、新潟昨日今日は肌寒い、それはもう新潟はなんか涼しかった、びっくりしちゃったもん。ぐにくんはしげちゃんさん、おはようございます、おはようございます、おはよう。せいばらなくていいさん、朝からグラノーラ、あ、いいね、グラノーラいいね。新潟、でも新潟縦つくのが多い。え、でもね、すごいね、パパの、うん、おば、パパの方のおばあちゃん、おじいちゃんが新潟の人だから、新潟の名字なのかなと思って、どうなんだろう。悲願すぎると秋になるからね、悲願、あの雨降るやつ。僕も枝豆、枝豆美味しいよね。ちょっとハート、ハートありがとうございます。駅から地下鉄移動かな、地下鉄、地下鉄、名古屋って地下鉄あるの。丸顔すこ、本当にありがとう、ありがとう。いや、飛行か、そうね、若さって圧倒的、え、本当にどうなんだろう、若さって武器なのかな。でも逆にさ、子供っぽいって言われるから、それがなんかどうなのかなって思ってるんだけど。あーちゃん笑顔のチャンピオンで一緒、誰にも負けない、本当にありがとう、そんなことない。
笑顔かわいい子本当にいっぱいいるから本当に。あーちゃん決めポーズお願いします。決めポーズ、決めポーズ。ちょっと恥ずかしい、誰か見てないかなこれ。ちょっとニキで 見られてたらちょっとめっちゃ恥ずかしいんだけど。これから仕事です。仕事頑張って、お仕事頑張ってください。高橋さんね、目が起きて起きて、高橋さん起きてください。寝ちゃダメ。 OK。 ニキさんおっちゃん以外と握手。えそうなの、ありがとうありがとう。るんちゃんねレースあるけど、どんな話、うん、なんかね話の内容じゃなくて会話会話だね、ルンみたいな、なんかわかんない、会話してる、なんかそんな内容のある話はしてないでもさ年齢差あるって言っても5歳差なんだよ。青のお兄ちゃんも5歳差だからね、あんまりなんかそんな、そうピカピカマイ話してて頭、そうなのかっとばしてちょっと読んでいきたいと思います。寝坊した、おはようおはよう、ザキヤマさんおはよう。はい、ちょっと行こう、さっさと行こう、さっさとさっさと行こう。頭いいね、いや全然全然もうバカです。魔法さんは10代はスメック推薦派そうなの、青のお兄ちゃんになりたい、青のお兄ちゃん、ちょっと青のお兄ちゃんだって本当に大変だと思う、わがままさんだから青ちゃんは秀才じゃないよ本当に。確かに一番の好物ブロッコリー、ブロッコリーが大好き、すごい秀才者。多分ねこれ今のコメントさっきの英語の話だよね、めっちゃ多分これ長いと思うどうしよう、急ぎまーす、ちょっと飛ばしちゃうかもしれないけどごめんなさい。勉強との両手だとか賢いお家に頑張ります。マサ好きさんありがとう、中地北海道からありがとう。東京方言ね、でもね東京方どうなんだろうね、どうなんだろう。アルトレインキラーさんコメント、でもちょっと飛ばしてさっさと行きたいと思いますしのすきさんハートありがとう、ほしらたけんにいさんバラありがとうありがとう。友達をしっかり勉強することも大事だからね、そうだね。でもねいい感じだったのよこの前1学期の期末の順位が、そう半分以上だったの、すごいでしょ。ありがとうハートありがとうバラありがとう、ありがとうほしらたけんにいさん、ありがとうございます。ありがとうございます。しんのすけさん、ありがとうございます。あ、初見です。おはようございます。中学2年生、14歳のふるさとあおいです。おはようございます。ダメだ、なんかちょっと雑用になってきちゃった。ごめんなさい。順調にさ、かがすのお披露目イベントがあるから、レッスンで忙しいよね。今はね、そう。しんのすけさん、ハートありがとうございます。弟子いっぱいいるんですけど、知らない間にたくさん増えてました。ありがとうございます。スイバルのアカティさん、ドラマありがとうございます。あおっちゃんはどれくらいだろう、わかんない、自分ではあまり意識ないんですけど、わかんない。でもみはるさんにと一緒にいると魔法にかけられます、もう超ポジティブになれる東京出身です。みはちゃん本当に優しいんです、姉がみはる先輩、ママが魔法って方で、で認知機でどうなんだろう、姉がみはる先輩どうなんだろう、わかんない。でも本当に優しい、本当に優しいんです。おぎまうっぱさんオーディションの時いましてね、覚えてます、ありがとうございます。飴をなめ、あ、喉ゆかちゃんとは、あーめっちゃお話しします、めっちゃってあれでもなきゃ話しかけてくれるんですけど青が話せないんですじゃんけん大会はまだわかんない。でも本戦は出ます。本戦出ることになりました。よしよし。ゆなこちゃんのスマホ。待って、それ知らないんだけど。それは知らない。どうなんだろう。雨は梅雨や。梅雨だね、雨は。青は正義。本当にそれは俺、正義のヒーローだ。このおっぽさもある意味武器。マジ？そうなのかな、でも大人っぽいの方がいいのか、でもなんかそんな子普通の性格、なんか普段の性格子供っぽくないと思うんですわかんないけど、でもポーズか、全然ちょっと何したらいいかわかんなくて普通に変なことしちゃった、大勢見なんか違う、なんかね違う、2期のメンバーに見られるのがすごい恥ずかしい田口さんおはようございます、おはようございます。しのすけさんハートありがとう、さくらさんありがとう、嬉しいです、ありがとう。
キングさん、あおちゃん可愛いから怒られたい。 M かい、怒られ、悪いことしてないから怒んないよ。なう6時50分、ちょっと待ってよ。あ、めっちゃ4分前の配信も読んでるよ。やべえやべえ、二度寝から起床。え、おはよう、あ起きた、二度寝。死ぬしかうちの子にならないか、どうしようかな、どうしよう。うちの子に、じゃあ青の弟子になる。スイバルの赤 T さん、ブロッコリーのうちはさ、ああね、ブロッコリーでもありがとう。エンゾさんアイスありがとう、エンゾアイスありがとう。ソラさん偉い偉い、本当にありがとう。金パイさん、あおちゃんトミーすごい、うん、全然全然、努力は必ず報われ、どうなんだろう、なんだろうね。でママでママには勉強しなさいってあんまり言われなくて、でもなんか英語はあおちゃん多分どこに行っても必要になるから頑張りなって言われたけど、もう英語苦手。知らない、そうな、弟子が多いんです私、本当にありがたいこと。もう、まあ、ドラさんと研究成功、あー研究成功やりたいですね。もう少しで米追いつく、追いつく、スクショタイム、スクショタイム、スクショタイム、何したらいいのかな、ウインク。スクショタイム、スクショタイム。等身大が素敵だよ、本当にありがとう。夏休みあと2週間来たら宿題、宿題ダメ。ウインク、ウインクした。家族で岩に行ってみてね、行ってみてね。しのすけさん、師匠お願いします、お願いします、お願いします、はい。了解しました。弟子入りだ、弟子。元気なおちゃん見てて安心しました、ありがとう。全然ありがとうございます。お司会頑張ってくれ、頑張ります、ありがとう。おちゃんのうちは作ろう、本当にありがとう、ありがとうございます。ひでさん初見です、私も推しです、あゆなこちゃん推し、ありがとうございます。と中学2年生14歳の古田葵です、です、はい、よろしくお願いします。あ、東京出身なんです私、あ、わかるかな。あーちゃん、はい、では全然ありがとうございます。のぼるさん、英語で自己紹介して、 My name is 古田葵、 OK 部長、葵ちゃんと走る、あーありがとう、今日も頑張りましょう、ありがとうございます。朝から青ちゃん見ると、とても元気もらいました。ありがとう、ありがとう。スクショ半目のウィンクちゃん。うん。スクショしてみんな。オッケー。オッケー。大阪の握手会も、ああ、ありがとうございます。グッジョーブ、グッジョーブ。イェーイ、グッジョーブ。ヤシコ、あ、ヤシコとショールームね。ヤシコとショールームしよう、じゃあ今度。ヒコに聞いてみよう。ヨールドさん、おちゃん、あ、ヨールド、おはよう。カイトさん、おは、おい、なんだい？オッケー、オッケー、オッケー。あと2分だ。あと2分だ。青ちゃんのファンは弟子、なんか、青のファンは、青のファンの方は弟子ってわけじゃないんですけど、弟子の方がたくさんいます。そう、よかったら弟子に、よかったら、はい。スクショ。いいよ、じゃあもう一回。ウィンク苦手なんです私。あ、でも弟子になる、あーどよかったよ、あの弟子に。あと2分だと、ごめんヨールドさん、ごめん、ちょっと今日ね7時ちょっと古沢マナを電話で起こさなきゃいけないです、ちょっと今日。そうマナに朝電話してって言われて。そう、新潟から、おはよう。壇上読むじゃあいきます。13位、ひよこさんありがとうございます。12、みやひめさんありがとうございます。11、マスターさんありがとうございます。じそらさんありがとうございます。9位、9位、ほほほさんありがとうございます。8位、かっちゃんさんありがとうございます。7位、埼玉山沿いのあげさんありがとうございます。6位、黒猫ワンワンさんありがとうございます。5位、金杯さんありがとうございます。4位、豚バラパラダイスありがとうございます。3位、順一お兄さんありがとうございます。2位、星空探検兄さんありがとうございます。1位、じいさまたけさんありがとうございます。ありがとう。ありがとう。弟子入りするよ。弟子入り、言っていいの？あ、まだ怒らない。わかんない。怒れず。あ、早
や初見ね、初見ありがとうございます。ありがとう、配信お疲れ様。いや全然来てくれてありがとうございます。あ7時だ、じゃあバイバイだね。今日握手来れる方いるかな、待ってるね。ありがとう、てらっしゃい、ありがとうございます。バイバイ。